私がなぜこの旅行業界に進むことになったかっていう一番の最初のね出来事というのは、大学1年の時ですよね。夏の終わりです。私もですね、もう一番仲のいい小学校からの友人からですね、ラブちゃんね、ただで旅行に行ける仕事があるよと、アルバイトであるよということなんですね。私はびっくりしました。ただで旅行が行ける仕事なんかそんなのこの世の中にあるのかなと思ったら、それは実は添乗員という仕事であるということが分かったわけなんですね。それで結局私も、まあ、友人がね、この前奄美大島に行ってきた、ね、鹿児島に行ったとか、あ、まんざらこれ本当に嘘じゃないんだなっていうのが分かりまして、で私もその旅行会社に面接に行きまして、それで添乗員というアルバイトをね、始めたわけなんです、うん、でもですね、添乗員っていうのはただでね旅行が行ける仕事で結構の仕事かと思ってる方って結構いるかもわからないんですけれども、もう全然そんなんじゃなかったんですよ。最初私が、この受け負ったというお仕事というのは修学旅行だったんですね。でまあもう修学旅行って言っても、特にですね、私男性の添乗員ですから、男子校 の、 この修学旅行が中心だったんですよ。で私は何をやるのか、そう、例えばスキーのですね、修学旅行の添乗に行った時のエピソードなんですけれども、そう、トイレ休憩するとね、ドライブインのところでなんと他の男子校の修学旅行とそこで結構勝ち合うんですね。そしたらいきなり喧嘩が起こるんですよ。で、そうなんです。それを仲裁するのが添乗員のね役みたいなものです。だから私びっくりしました。旅行っていうものこんなものがね、やっぱ旅行なのかなって思ったんですけれども、まあでもね、そういうところを何度もね積み重ねていくうちに、まあいわゆる一般の観光ツアー、ね、に行かせていただくようになりました。まあ、最初はね、まあ、大阪梅田発の日帰りのバス旅行、ね、日帰りで温泉、近隣のね都道府県の温泉行ったり食事をしたりとか、そういうようなね、ツアーをねやっておりました。で、まあそれをね、ずっと繰り返していくうちにですね、まあよく頑張ったからということで、よし、今度は飛行機に乗るツアーに行かせてやるということで、まあ最初にしたのは東北なんですけれども、その東北から始まりました。でも当時は東北も今はね、東北自動車道、ね、高速道路が全線もちろんありますけど、昔は途切れ途切れだったんですね。だからですね、もうなかなかその会社さんっていうのがいろんなところをね一日でたくさん回るツアーですから、もうホテルの入るのがですねもう8時半、うん、だから通常温泉にね入ってから食事をしたりとか楽しんだりするもんですけども、着いたらすぐ食事、それから温泉という感じだったんですけどね、まあ、そういうところをクリアしてみました。で東北のツアーもできるようになった、ね、そうしますとね、今度は九州、そして北海道、最終的にはね、沖縄ということでですね、まあ、学生時代は、まあ、国内旅行の添乗ですね、まあ、北はですね、一番北で、北海道の利尻、礼文島からですね、南は沖縄のですね、西表島ですね、そして、石垣島まで添乗員で、行くことができたわけなんですね。私はもう大学を卒業しても、その旅行会社に、ずっと席を置きました。そして今度転機が訪れたのをですね、たまたまですね、まあ私は海外に行くきっかけ、海外なんか一回もね、行ったことがなかったんですけれども、私は22歳なる頃だったと思います。先輩の添乗員ですね、はしかになったんですね。それによってですね、中国ですねの観光に行く添乗員がいなくなってしまった。そこでですね、海外の課長からですね、ピンチヒッターで渡辺君、ちょ、中国に行ってくれと言われたわけです。中国ってピンとこなかった、ね、私中国って言ったら広島とか、あの辺り中国地方のね、島根県とか、ということかなと思ったんですよ。本当の中国に行けと
ということだったわけですね。で、まあ、それで、恐る恐る、長谷川の大阪からですね、伊丹から成田からですね、中国民航というね、まあ、国営の中国の飛行機に乗って、北京に行った、ね。これが私の、まあ、初めて行った海外が中国だったんですけども、はい。その、まあ、中国の天井が行ったきっかけで、今度は国内旅行から、まあ、海外旅行のね、天井に行けるようになったんですね。うん、で、まあ、中国に行きました。それからまず、近隣諸国ですね。いわゆる韓国、台湾、それとかシンガポールですね。香港、マカオですね。インドネシア、スリランカ、インド、パキスタン、ベトナム、カンボジア、タイ、そういうふうなね、アジアの国ですね、に、行くことができるようになったということなんですね。それがずっとですね、経験を積んでいきますと、もう何といっても忘れられない、私25になる時でした。今でよくね、アジアの仕事頑張ってくれたからということで、この欧米課のですね、課長からですね、褒美としてね、お前一回アメリカのですね、この青いね、カリフォルニアの青い空を見に行くかと言われたんですね。それはどういうことかというと、アメリカの西海岸に天井に行けということだったんですね。もう嬉しかったです。まあ今はね、もう亡くなりましたけれども、ノースウェストという航空会社でですね、大阪から、ね、成田からサンフランシスコ。初めてね、アメリカ、ね、着いたところがサンフランシスコだったわけですね。非常に嬉しかったです。まあアメリカがね、私にとって一番大好きな国だったんでね、そこに出て非常に良かったわけなんですね。それからサンフランシスコとラスベガスとロサンゼルス。そして帰りには、ホノルルとハワイですね、行きました。当時のね、このハネムーンのツアーって大体このアメリカ西海岸と、それとハワイがセットになっているツアーが多かったわけです。そこからアメリカに行くようになった。アメリカに行くと今度はカナダに行きまして、メキシコに行ったり、それ中南米ですね。ペルーとか、ボリビアとか、チリ、アルゼンチン、ブラジルとかね。そういうね、諸外国に行くことができる。そして、その後にオーストラリア、ニュージーランドに参りました。その後ね、いよいよ私に回ってきたのが、ヨーロッパの天井に行けということだったんですね。嬉しかったです。うん。で、初めて私が会社から行けと言われた国は、ヨーロッパのスペインだったんですね。スペインの私にとって人生初めての天井だったんですね。で、まあ、ちょっとエピソードなんですけども、私、スペインに行くために、ある程度スペイン語の勉強をしたんですね。そして、今でも忘れない、バルセロナの空港についてやってきたバスのドライバーは、スペイン人じゃなくって、ポルトガル人だったんですね。そうなんです。そのツアー、スペイン・ポルトガルツアーだったんですよ。で最後は、ポルトガル・リスボンで、終わるツアーだったんですね。だから、ポルトガル人が来た。だから全くね、言葉というのが分からなかった、ね。というのを記憶しておりますけれども、まあ、その、ね、スペインに行って、それからですね、フランスだの、ドイツだの、イタリアだの、ギリシャだの、イギリスだのね、ベルギー、オランダ、ね、ルクセンブルグとかですね、バルト三国、ロシア、ハンガリー、チェコ、オーストリア、リヒテンシュタイン、トルコ、エジプト、モロッコ、チュニジア、南アフリカ、そして、ね、アフリカのケニアとかですね、本当いろんなね、ところに行けるようになったわけなんですね。もう本当ね、天井にね、お話ししたらね、もう1週間、10日ね、いろんなエピソードがあるんで、お話できるんですけれども、まあ、やはりね、私は旅行が本当に好きかって言うとそうじゃなかったんですけれども、非常にまあ、学生時代、高校時代の時から、世界史だけは得意なんですね。だから非常にこの歴史ある国に行くことに非常にまあ、
興味を持って観光することが、やっぱヨーロッパに行く頃からね、非常に楽しくなったという感じだったんですね。